トルジェンス。いや、皆さん、新年一発目の、お買い物動画、お買い物動画じゃねえわ、購入品紹介動画でございますね。今回ですね、私が何を買ったかという話なんですけども、靴を買いました。靴を買いましたね。もうね、まさに私の今の気分をもうほんと象徴するというか、まあ今これ履きたいよねっていう靴、買いました。で、ご紹介したいと思います。まず箱からね。たたたた、見えるかな、見えるかな。マルジラさんです。メゾンマルジラ先生の靴を買いましたね。何の靴を買ったのかな、松本さんは。とこれお決まりです、お決まりです。絶対ついてきますね、マルジラの靴には。はい、ポン。これです、これです。いきますよ、いきます、皆さん、3、2、1、ポン。旅ブーツです。旅ブーツを買いました。イエーイ。いやー、これがね、いや、欲しくなってしまったんですよ。珍しくない？俺。しかも、こう、革靴でしょ？しかも、ブーツを買うっていうのは、本当に、自分の今までの、まあ、ね、人生の中でもあんまり、なくて、それこそ幼児ハマってた時に、まあブーツはちょっと履いてたけど、それ以降ね、僕ブーツとは全く無縁の生活をね、していて、しかも、革靴でさえ、僕普段履かないんで、その私が、旅ブーツを買うという、今まさにその気分でございます。はい。しかもヒールあり、いや、ヒールありが大事なんですよ。ヒールありがね、めちゃくちゃ大事。で、ここが僕結構買い物をした時の決め手というか、ヒールなかったら、ヒールないやつは僕欲しくなかったんですよ。すいませんね。ヒールないやつは欲しくなくて、もうヒールありっていうので、前提で考えてました。これメンズです。はい。で、最初に言っておきますか。お値段が、込み込みで、税込みでですね、146,000円ですかね。146,000円。146,000円でございますよ。はい。で、サイズが42ですね。42を買いました。なんで42はだいたい27くらいですかね。日本のサイズ、ジャパン表記で27くらいのサイズ感という感じですね。はい、どうでしょう。まあ、普通、まあ、旅ブーツで、まあ、男って言えば、だいたいまあ、バブーシュか、まあ、それかこう、アンクルブーツってあるじゃないですか。ヒールがないやつ。まあ、あれが普通メンズって一般的だと思うんですけど、まあ、僕はね、やっぱこう、ヒールを、さっきも言ったように、ちょっと履きたいなというふうに思ってて、なぜならね、モードな気分なんですよ。非常にね、モードでしょ、これ。もうこれ、ガチモードじゃん。もう僕はね、すごくその、モードな気分だったんですよ。なので、まあ、本当に、ヒールがあるやつを選んで、もうなんかこういう感じですね。いや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 、どうでしょう。でね、やっぱね、僕はね、旅は、やっぱね、ヒールありがやっぱ一番、こう、ルーツじゃないですか、と思ってて、まあ、もともとはね、ウィメンズのものであって、ウィメンズのアイテムでね、まあ、ブランド設立当初からずっとある伝統的なアイテムではあるんですけど、もともとはやっぱウィメンズのこういうヒールのブーツがあって、なんか、やっぱ、形として、すごい美しいじゃないですか。ウィメンズの旅ブーツもさ、もうあれ、佇まいとしてさ、もう、あれだけで、すごい美しいじゃないですか。ものとしてね。なんかまあ、そういうような感じで、まあ、やっぱ旅といえばね、ヒールだろうと、思ってます。はい。で、まあ、そういういろいろなね、ことが、まあ、まあ、合わさってね、これを購入する、至ったと。2019年、一発目のお買い物、これです。はい。まあ、後で実際履きますけども、まあ、その前になんとなくこう、ものの、商品の情報をお伝えしますので、まあ、カーフスキンです。カーフスキンなので、結構ソフトな感じでね、ソフトな、革です。
すごい軽いですね。軽い。軽い。すごい軽い。で、僕は、あ、そうだ、どこで買ったかっていうと、これ、マルジュアのオンラインストアで買ったんですよ。僕は自分のサイズ、足42って分かってたんで、普通にマルジュアの公式のオンラインストアで、買いました。はい。で、まあ、ここが旅仕様なんですね。はい。ねえ、ここいいよね。これいいよな。これこそもう本当に、ね、日本のあの伝統的な旅をね、まずここに落とし込んでるっていうのは、これやっぱすごい重要で。こうですね、中に。メイドインイタリーというような、ここにですね。ソールはレザーですね。レザーソールで、はい、ここに、まあ、サイズ42と後方カレンダータグがあるというような感じですね。で、これレザーソールなんですけどね、僕今度ここハーフソールつけようかなと思います。これ結構ツルツル滑るんで、中の冬はもう危ないんですよ、これ。だし、ちょっとこう、このソールのダメージとか、そういったことを考えても、まあ、今度ね、ここは、ちょっとハーフソールって言って、ここにラバーソール貼ることができるんで、ちょっとそれをやろうかなというふうに考えています。で、やっぱね、なんか、ウィメンズのものに比べて当たり前だけど、ヒールがちょっと低いですね。ヒールは、約7センチかな ?7 センチあるそうなんですけど、ウィメンズのものはもう、多分より、もう2センチくらい高いかな。よりこう、急勾配な感じになってるんですけど。まあ、やっぱね、佇まい的に言うと、やっぱ、ウィメンズの方がね、美しいね。あれ、横から見、横顔とかも見ても、これやっぱほんと、ちょっとメンズっぽいじゃないですか。ね。ここの角度が。ウィメンズもっと急じゃん。形としてはね、あっちの方が美しいんですけど、まあ、しょうがないと、いうことで。これはまあ、年間の定番アイテムですかね。うん。まあ、ほんと。毎シーズン出されるものというような感じです。では、早速履いてみようと思います。はい。いやー、かっちょいいねー。はい、これ横顔です。前。後ろ。やっぱ滑りますね、これ。ツルツル。はぁ、どうでしょう。まあ、こういう感じですよね。いや、モードだな。ですね。僕、今までずっとスーパースター履いてたりして、まあスニーカーだったんですけど、もうちょっと気分がね、もうほんとモードになってきてるんですよ。で、まあ今まではね、まあなんか、スタイリングとして服をね、かっちりさせても足元で外すみたいな、なんかそういう価値観だったじゃないですか。どちらかというとね、流れとして。もうね、僕そうじゃなくて足元で決めるっていう流れかなっていうふうに、もう気分的に思ってるんですよね、僕。だから、こうやってデニムとかね、合わせても、足元をこういうね、もうヒールブーツとかでバチッと入れると、いうことによって、どちらかというと、今まではスニーカーで外す。スニーカーでストリートに落とし込むっていうのを、今度はもう靴、足元でモードに落とし込むというか、モードに持っていくというか、そういう感じですね。いやー。かっちょいいな、おい。でね、僕ね、ヒールブーツなんて今までほとんど履いたことないんですし、こんなに高い、ましてやこんな高いヒールのブーツとか履いたことないんですけどね。意外に履き心地いいっすよ。うん、意外に。僕もっときついかなと思ってたんですけど、意外にいいです。てな感じで、ありじゃないかなと。これからね、どん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 、履いてね、これ履きじわがまたかっこいいじゃん。こういうところにつくと。ね、なので、まあ、ちょっと、履いて、いきたいな、というふうに思います。で、今日はなんとね、豪華なことに、ちょっとね、衣装チェンジをしようかな、というふうに思っておりまして、今これ、まあ、どちらかというとね、デニムとか合わせて、まあ、こう、カジュアルっぽいものを、この旅ブーツの力で、モードにちょっと、寄せるみたいな、綺麗めに持ってくみたいな、そういう感じですけど、ちょっとね、もう全身モードでいきたいなと。この際、ちょっとやってみたいなと思ってて、リトルビッグのセットアップと合わせてみたいんですよね。ちょっと、もう一回着てみます。
これやべえな。うわこれはやばいっしょ。これドモードだね。うん。だから今まではこういうね、あのドレッシーなアイテムも足元スニーカーで外すって感じだけど、もうこれはね、もう今後はもう僕旅でね、バチバチにモードに行きたいと。やっぱヒールいいですね。モード感がぐっと増します。これペタンコだとね、ちょっとまたちょっと違うと思うんですよ。雰囲気が。ヒールがあると、ぐっとまた雰囲気が違います。いいっすね。ああ、これ。あえてブーツインさせちゃうとかね、これもちょっとモードっぽいよね。モードっぽいっちゃモードっぽいかも。こういうねワイドのスラックスをさ、あえてこうブーツインさせてしまうという。あ、もうこれモードっぽいわ。これああありだね。あ、かっちょいいな。やべえな。これでさらに俺のかっこよさに磨きがかかっちまう。いや、かっこいいっすね。ちょっとよくブーツが見えるように。はい、最後、このカットをお見せして。いや、やっぱかっこいいね。なんか、こうやって綺麗めに合わせれば綺麗めに合わせて、ね、なんかこう、そのままストレートだし、ちょっと武骨のアイテムというか、カジュアルなアイテムとかね、男らしいアイテムと合わせれば、なんかこれは、そのコントラストが出て、かっこいいし。まあこれもね、言うたら、ずーっと履けるようなもんだと思いますし、いいんじゃないかな、一足ぐらい。はい、皆さんもおすすめです。ぜひ買ってみてください、旅ブーツ。ヒールありだな。ヒールありおすすめする。そこはせめてね。やっぱ攻めていきましょう。ヒールありの旅の男が履くっていうのがいいじゃないですか。やっぱり。うわ、モードっぽいな。まあ、今までの俺のイメージには、イメージじゃないけど。でもなんか、今の気分ですね、僕は。これくらい、こう、バチバチに、モードっぽく行くっていうのは、すごい気分です。これね。まあこれ今回こうワイドなセットアップですけどね、スリムな感じで行ってもかっこいいと思うな。はい、ということで、まあ今私の気分はもうほんとこういう感じです。もうモードで今年はねちょっと行きたいなっていう風な思いで買いました。今まで僕が買った中でも一番高額なアイテムかもしれません。14万6千って。はい。新年早々アップデートさせて、今年も楽しんでいきましょうということでございます。はい。そんな感じです。では。